エマニュエル・アレン・バリスは、アメリカ合衆国、ワシントン DC 出身のプロ野球選手、宇藤良ダ MLB ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム参加に所属。2006年の MLB ドラフト一巡滅移保で、サンフランシスコ・ジャイアンツから指名され、プロ入り。2008年は、メジャーのスプリングトレーニングに招待されず、開幕を、参加のトリプル A 級フレズノ・グリズリーズで迎えた。 4月20日にメジャーへ昇格した。オフにアリゾナフォールリーグに派遣されスコッツデル、スコーピオンズでプレーした。2009年はスプリングトレーニングでケビン・フランド戦から生二類種のポジションを奪取した。4月1日の開幕戦にスタメンで出場した。6月4日にはランディ・ジョンソンの通算300勝を達成した試合に出場し決勝打を放っている。しかし、 6月16日にトリプル A 級フレズノへ降格した。7月5日の試合で左足を負傷し、シーズンを終えた。2010年に復帰したが、ポストシーズンのロースターには登録されなかった。2011年は59試合に出場した。2012年7月28日にリーフとなり、トリプル A 級フレズノに降格した。9月4日にメジャーに再昇格した。 オフの11月8日に FA となった。2012年11月21日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2013年は参加の AAA 級ルイビルバッツで108試合に出場した。2013年12月にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2014年は参加の AAA 級シラキュースチーフスでプレーした。 11月10日にマイナー契約でナショナルズと再契約。2015年6月26日にメジャー契約となり25人枠入りしたが、7月28日にジェイソン・ワースとライアン・ジマーマンの故障者リストからの復帰に伴って AAA 級シラキュースへ降格した。10月13日に FA となった。2015年11月18日に フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年4月2日にメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。6月1日にディーフとなり、4日に40人枠を外れる形で、参加のトリブル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。 8月19日に再びメジャー契約を結んで25人枠入りした。10月7日に40人枠から外れる形で、AAA 級リーハイバレーへ降格したが、15日にマイナー降格を拒否して FA となった。2016年12月13日にナショナルズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2017年11月6日に FA となった。2018年2月7日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。